草丈が1メートルを超える男絵師を紹介しましょう。男絵師はお見苗師かお見苗師族の多年草で、通常日当たりのいい山野や道沿いで普通に見られます。男絵師の開花時期は8月から10月です。茎の上部でよく枝分かれして、その先に三条花条をつけ、白色の小さい花を蜜に咲かせます。開花した花にたくさんの昆虫が寄りついてきます。では開花状況をご覧いただきましょう。長さは5から15センチで、中間より下の葉は羽状に3から5に分裂し、裂片は卵状長楕円形で、縁には鋸歯があります。高さは60から100センチ以上です。風雨により傾斜しているものも多いです。場所によってはまだつぼみの状態も多いです。蛾の一種、モンシロモドキも花の蜜を吸っていました。夢中になっているのか、近づいても逃げたりはしませんね。男絵師には多くの昆虫が蜜を吸うためにより集まってきます。枝分かれした花付近にクモの巣が多くあります。
たっぷりと開花状況をご覧いただきました。ではまたお会いしましょう。